ギタナス・ナウセダは、リトアニアのエコノミスト、政治家。現在、同国大統領。氏名は、ギタナス・ナウセダとも表記される。1970年から1981年まで、クライペダ第五中等学校で学ぶ。1971年から、クライペダ音楽学校に通い、男子合唱団、ギンタレリスに所属。夏は、タウラゲ近郊にある、 ブードビエチェイ村の祖父母の家で過ごすことが多かった。1981年、数学の試験に合格できず、ビリニュース大学に入学できなかった。1982年から1987年までビリニュース大学で学ぶ。1987年から2004年までビリニュース大学経済学部講師。 1987年から1989年までビリニュス大学大学院経済学研究科で学ぶ。1990年から1992年までドイツ学術交流会のプログラムでドイツマンハイム大学に留学。1993年ビリニュス大学で博士号を取得。1994年よりリトアニア銀行に勤める。 2000年から2008年までビリニュス銀行のライモンダスクベダラス党取りの顧問を務めた。2009年からビリニュス大学国際ビジネススクール准教授。2018年9月17日、翌年に行われる2019年、リトアニア大統領選挙への立候補を表明した。2019年5月12日、大統領選挙第1回投票では、 即国連合が支持するイングリダ・シモニーテ候補に次いで多い得票で決選投票に進出。決選投票では、シモニーテ候補を大差で破って当選し、7月12日に就任。2019年10月21日に、迎賓館赤坂離宮で安倍晋三内閣総理大臣と会談を行った。10月22日、即位例正殿の議参列後、 10月24日に、岐阜県八尾津町人道の丘公園で平和メッセージを、記したプレートの除幕式、及び、命のビザ、杉原千雲記念館を訪問した。趣味は、チェス、読書、スポーツ、ギター。1997年より古書を集めている。ロシア語、ドイツ語、英語が話せる。ありがとうございます。